め、はい。で、キュンキュンしていこうと思います、今日も。今回は、あれですね、前回、D4U、ルンバの中の子たちですね。ルンバの中の子たちが、そう、なんか、守ってやるよみたいな感じになったところで終わりましたね。ちょっとマイクテストするんで、少々お待ちください。どうかな？音量大丈夫そう？ちょっとでかすぎる？ちょっとなんだろう。みやびさん みやびさん 寝れないから、寝れないときは、みやび大好きじゃねえよ、お前は。ちょっと待って、どう？音量。大丈夫そう？大丈夫そう？よし、じゃあ始めていきたいと思います、今日もラブコメ。みんなで夜中でキュンキュンして、ね、いい夢見ようぜ。ほら、みやびさん困ってんじゃん。で、なっちゃんさ、明日さ、大会開いたら出れそう？ D4U とか言ってたっけ？ AI か何かなんだろうけど、会話成立してたような、よくわからないけど、呼び出してみようか。あれ？これさっきのとこじゃね？あれ？これさ、あ、じゃあまあいいや、違うパターン見てきますね。はい、じゃあ、あずみちゃん行こうか。試しにあずみを呼び出してみることにした。俺はみやびんとキュンキュンする。もう勝手にしてる、お前らは。どうかしたの？ちょっと君に、夜中だけど君に会いたくて。自己紹介でもって思ったんだ。木曜日なんで出る。マジ？あ、来週の？オッケーオッケー。了解了解了解。この女の子 AI たちが何なのか謎だけど、それはそれとしてどんな性格をしてるか少し興味があった。僕の名前は安住で、年はこう見えて19歳。年上だぞ。ちゃんと敬うんだ。ね、僕一応25歳なんだけど、意外だ、てっきり年下の設定かと。高校生じゃないんだ。その反応。さては年下だと思ってた？あ、悪い。そして安住は意外と鋭かっまあた。いいけど。で、趣味はホラー鑑賞。映画でも特番でもどんとこいだよ。ホラー鑑賞、僕のホラーゲーム実況見てよ、じゃあ。日に日にキモくなるカイビン、やかましいわ。趣味も意外だな。ホラーとか怖がりそうな印象があったけど、なんだか怖い話自体好きそうな話し方だ。てか、なんちゃん大会でホラーでボコボコにしたい。他は身長とか体重とかか。乙女の秘密ってやつだね。それは教えてあげない。謎の男ミスターって見てね。あれでしょ？なんか実況中言ってたやつでしょ？なんだろうね。でもね、あれだよ。あれ、波動さん自体がね、ツイッターでね、自分のことをミスター TV とか言ってるからね、あれ結構気に入ってるみたいだよ。そっか。これからよろしく、あずみ。よろしくね。こっちこそよろしく。しかし、よくできたアプリなんだな。会話をしてて全く不自然に感じる部分がなかった。危険か、ま、守るだのというのはよくわからない話だけど、大方アプリの設定か何かなんだろう。このスマホの本来持ち主が誰なのか気になるけど、この予算はしばらくは俺のところで預かってもいいかな。このルンバね。いや、でもね、カイピョン対一勝一敗の引き分けやからな。いや、そうだっけ？二勝しなかったっけ？気持ちのいい奴らな、そうそう学校に行く。あ、こっからですね。あ、誰と学校行こうかな、どうしよう。まあ、こいつはないじゃん。こいつはないじゃん。どうしよっかな。なっちゃん。でもね、僕この子一番好きなんですよね。どうしようかな。さつきちゃん、ゆなちゃん。それか、もう妹と行くか。だから自分の家だから妹と一緒に行くのが。それ、夏目ちゃんで行きます。そうだ、夏目と一緒に学校へ行ってみようって思ったけど、よくよく考えると夏目の携帯番号聞いてなかったか。一番いない。ごめん、もう選んじゃった。それじゃ今日は。ふうか、一緒に行くあ、か？結局、あ、なっちゃん結局一番左になったごわ。めん、まだかかりそうだから、お兄ちゃん先に行っていいよ。まさしかょうがないな。今日は一人で行くか。マジ一人登校は。行ってきまーす。あ、お夏は目ちゃようんごじざいゃん。ます。おはよう。おはよう。今日もあれだね。おっぱいで制服変形してるね。なんでここに？なんでって先輩が誘ってくれましたから。かわいいな。そうだったっけ？昨日夏目とそんな約束したのかな。俺寝ぼけて忘れてたのかも。先輩、忘れちゃったんですか？いいよいいよ、一緒に行く。行く。いや、そんなことないぞ。
泣いちゃってんじゃん、最低このカイピョンとかいうやつ。よかった、それじゃあ行きましょう。あれね、女の子を泣かすね、男ほどね。そうだ、そうなんかあれ、しょうもないもんないよ。てかさ、ユノの部活いつも見に行ってるんだよ。今日さ、あれ大会の実況中面白かったのかさ、なんか張り詰めるってなんだみたいな。はい、なんか一番そうですけど。いやちょっといいや、ラブコメやってんだ。今まで気がつかなかった。いつもいたの？もうやってやる。どういうこと？いつも陰でこっそり見ていたので、多分わからなかったんですよ。でなっちゃんさん、あれ大会ちょっと出てほしいわ。やりたい。でもそんなにユノのファンなら部活に入部しちゃったらいいのに。そうすれば一番近くにいられるだろう。間違いない。でも宮城さんとかな、波動さんとも当たるよ。そんな私なんか無理ですよ。どうして？何か理由でもあるの？そんな大した理由じゃないんですけど、実は私運動音痴なんです。まあそれだけ父でかければね。そのぐらいどうってことないだろう。結構努力次第でどうにでもなると思うけどな、ね、すごいよね、制服の上から谷間できてるよね。いえ、あれでいいんです。陰ながらユノ先輩を見守れれば。え、やばいでしょ。はい、お気遣いありがとうございます。それに皆さんのやりとりを見ているだけでもすごく楽しいですから。今日は仕事終わってから子供と飯行ってた。あ、そうなんだ。どんなやりとりを見られたんだろう。主にさつき先輩に怒られている場面とかだよな。誠に後で言っておくよ、もう変態的な声援は送るなってな。そうですね。かわいい。え、僕この子でも貧乳の方が好きなんですけど。さ、ついたと。それじゃまた体育館でな。はい、楽しみにしています。あ、出た。おーい、出た。誠か、おはよう。今ちょうどな。あれ、どうしたんだ。いや、あれ、夏目もう行っちゃったのか。すごい早いね、この子消えんの。朝から変なやつ。さあ行くぞ。オッケー。おとりあえず、なんかこのゲームね、実は恋愛シミュレーションじゃないみたいなんですよ。学校の帰り、カノンの歓迎会を行うため俺たちは喫茶店アダージュに来ていた。あ、かわいい。へえ、ここがよく話してた香里さんの店なんだね。来るのは初めてだよ。カイペン、客観的に見てめっちゃ気まい。いやいや、それがいいんだよ、それがいいんだよ。店長も香里さんも親切だし、何を頼んでも安くてうまいし、結構いい店だよ。今度は学校の帰りにでも3人で来ようよ。これからはいつでも来られるんだし。そうだね。それじゃ早速中に入ろうぜ。多分もうみんな集まってるはずだ。お会計誰にしようか。とりあえず、そうだね、それじゃここは居候が払う番でしょ。いいな、こんな二人と。いらっしゃいませ。あ、赤ちゃんたちと来たということは、あなたがカノンちゃんね。かわいいな、カノンちゃん。はい、香里さんですよね。そうです。よろしくね。うわ、すげえ、父が。もうみんな集まって、父、あっちのテーブルで待ってるよ。父やばい。来た来た、カノン、こっちこっち。ゲームばっかしてないで、そろそろ童貞卒業しないよ。童貞じゃないわ。一応はっきり言っとくけど、童貞ではないわ。あ、ほんとだ、カノンちゃん、行こう。いやもうね、夜はね、ゲームするって決めてるから。そう、あれね、みんなお待たせ、主役の登場だぞ。かわいいな、ふかちゃん、声がかわいい。待ってました。さあさあ、カノン、真ん中の席へどうぞ。僕の膝の上にどうぞ。いいの。3人ともどうぞ。あなたが主役だもの。素人どうってちゃうわ。逆にそういう店行ったことないわ、一度も。ほら、カノン、そう、困ってないからね。遠慮しないでさ。困ってないから。じゃあ困ってないからってなんで。じゃあ俺、カノンちゃんの隣。いや、来んなよお前は本当に。あ、いいね。あんたは端っこ。お兄ちゃん、その変態をしっかり見張ってて。 お前違う喫茶店行ってこいよ。相変わらずひでえ。はーい、それじゃあ全員集まった、始めていいかな。最初にお飲み物の注文お願いします。飲み物、じゃあ僕生ビールで。はーい。私は
でもそっか、高校生ってなわけで全員に飲み物が行き渡り、すごいね、こうやって見ると。じゃあみんなグラスを取って。乾杯の温度はさつきさん。うわ、先輩すごい嫌そうなオーラ走ってる。まあそういうの苦手そうだもん。そうだよね、やっぱり先輩じゃなくて。そうだね、ふうかちゃんだね。ふうかちゃんにお願いします。ね、もう無駄無駄か。僕？うわ、この僕が可愛い。僕こう可愛い。最年長か最年少に振ったか。大丈夫か。まあ大丈夫か。ということで、かのんちゃん、ずっと外国の病院にいて、最近この町に帰ってきたばっかりで、学校に通うのもすごく久しぶりで、かわいいね、困ってるね。頑張れ、風花。だから、いろいろ慣れてないと思いますけど、みんな、かのんちゃんと仲良くしてください。乾杯。乾杯。乾杯。おい、いいね。ありがとうございます。いいね、このね、そう、個性があって。お待たせしました。アダージョ特製パーティーセットです。やったー、待ってました。なんか緊張したからお腹空いちゃった。ミヤビンって俺しか見てない。いいの、いいの、たとえ誰も見てなくてもやるの。よくやった、フーカ。お前にはたくさん食べる資格があるぞ。いっぱい食べてね、フーカちゃん。カノン、お料理取ってあげるよ。どれがいい？本当だよ、なっちゃんとみやびんしかおらんよ。それじゃあ、いやいや、ね、カノンちゃん、ここは俺が食べさせてあげるから、さあ、お口をあーんと、ね、このゲームの素晴らしさが分かりません。この警察に通報して、ここに犯罪者がいる。お兄ちゃん、そいつをちゃんと見てろって言ったでしょ。ああ、悪い。ほら、まこと、おとなしく座ってろ。どうどうどう。大丈夫大丈夫。あれね、これね、いつもなんだかんだでね、最後の方には10人ぐらいになってたりするから。マジ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 。なんでみんな寄ってたかって、俺のことを。だってねえ、男の子は女の子に手を出すより、男の子同士で仲良く食べさせっこすべきよ。黙れお前は。ね、これでさ、まあいいや、ごめん、何でもいい、いいや。目がマジなんですけど。ちょっとエロゲーじゃないからね、これは。そう、高校生たちのこの純粋な恋愛をね、そう、楽しんでいけるが。しゃあね、ほれ、口開けろ。なんで僕の名前呼ばないの、本当に。お前も真に受けるな。このね、わかる、この。カノン、明日から君たちのところに引っ越すの？そう、このピンクの髪の子が僕ん家来るんですよ。なんで？おめでとう。ありがとうございます、津島先輩。あ、このあれだよね。僕この右の青髪の子がずっとエヴァンゲリオンの綾波レイに似てて、そう。で、レイちゃんもちょっと心開いてきたね。さつきでいい。はい、さつき先輩。でも退院っていうわけじゃなくて。長期の外泊みたいな形で。高校生のハーレム乱行ゲーム違うわ。それはそれでやりたいけどね。外泊、外泊、外泊。何を興奮してるの、変態。なんかこいつなっちゃんみたいな。許しません、お父さん、許しませんよ。カノンちゃんみたいな美少女とお前みたいな野獣が外泊なんて。野獣とか。誰が野獣だ。ほんじゃ言ってやれ。うちの兄を野獣呼ばわりするな。この陰獣。アスカラングレーの意味ちげえだろ。といった感じで、みんなでワイワイバカな話をしながら飲んで食べて。いや、でも、あ、もうこんな時間ね。あれさ、このゲームね、意外にね、これ恋愛シミュレーションゲームじゃないんだよ、これ。あれね、こういうね、当たり前の、最初はこういう当たり前の日常が徐々に崩れ去っていって、で、最終的になんか誰が生き延びるかみたいな。そう、例えばこの例えばどうしようかな、真ん中の2人どっちか片方しか助けられないみたいな感じになって、そう、どっちを助けるみたいな、そういう結構ね、残酷なゲームみたいなんですよね、話に聞くと。本当だ、そろそろ病院に戻らなくちゃ。まだ喋り足りないな。ふうか、カノンにあんまり無理させちゃダメだろ。とりあえず僕はこの右の男と。ごめんね、カノンちゃん。
右の男とピンクちゃんの二択だったら間違いなく男を切り捨てますね、うん、すいません。私こそごめんね。私ももう少しお話ししたいんだけど、でもあんまり遅くなりすぎると。残酷な天使、まさに残酷な天使だわ。そうなの？残念だな。じゃあ俺が病院まで送って。そっか、みんなで送っていこう。そうだね、みんなで行こうか。あ、それいいね。そうすれば途中でまだまだお話できるし。いいと思う。君はどう？なんで君って呼ばれるのかな。そうだな。あ、みんなでカノンを送るかは俺も賛成だな。誠へ任せ。どうしよう、いや今日コメント欄少ないからどうしよう。で、なんちゃん君、なっちゃんどうしたい？てか話入って聞いてなかったでしょ、何も。このね、ピンクの髪の子を送るのをみんなでやるか、それともこの一番右のあのそばかすくんに任せるかの、どうしようか。じゃあ、え、賛成だねにしちゃうよ。そうだな、俺も賛成だ。そうだね、任せておけないしね。なんだよ、せっかく俺が。諦めろ、そして日頃の行いを反省しろ。僕こんないい声してないですけどね。お前までが俺を責めるのか。当然ね。お兄ちゃんよく言った。さてと、それじゃあみんなでカノンちゃんを送っていこう。ありがとう。でもいいの？うん、いいよ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 、送ってくよ。いいの、病院までなら大して遠くないし。そう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 、電車ですぐだもんね。でもその間みんなでお話できるよ。肩車してあげてもいい？それじゃあスカート履けよ。カノンを送っていこう。かおりさん、ごちそうさまでした。カイピョンの声アホっぽいもんな。それがいいんだよ逆に。一旦私が外で生産する。あ、出してくれんな。はい、毎度ありがとうございます。カノンちゃん、また来てね。はい、また来ます。またよろしくお願いします。また来ます。それじゃあみんな駅に向かうよ。ありがとうございました。みんなまた来てね。うん、行く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 。 おっぱい見に来るよ、またその。お客様にお知らせいたします。現在この路線は次の駅で発生した車両故障の影響で運転を見合わせています。これあれか、朝までホテルコースだな。ついにみやびもどっか行ったぞ。本当だ、なっちゃんしかおらんや。なっちゃんしかおらんや。運転見合わせかよ。どうする？どうするって、待つしかないんじゃないか。なっちゃんしかおらんや。そうかな、歩いてもいいんじゃない。森林公園の方から行くとそんなに時間かからないよ。このエロゲー早んね。もうこれあれ、なっちゃん出てたら一瞬でわかるからな。夜の公園。俺たちだけならいいけど、子供連れじゃ心配だな。ちょっと待て、子供って僕のこと？いくらなんでもそれはひどくない？いや、ラブコメの世界に入らちゃんと、まあ、冗談はともかく、あんまりカノンを歩かせるのも。そうだね、病人だしね。私も大丈夫だよ、少し運動した方がいいって先生も言ってた。そうか、それだったらブラブラ歩いていくか。大した距離でもないしな。カノン、疲れたら私がおぶってあげるからね。こんなクソみたいなゲーム誰も見ない。え、そんなクソじゃない、これ一応ね限定品でね結構高かったんだよ。秋葉でね、そう限定品でね。そう、ユノはいい、君かアスカヤがおぶうべき。あ、ありがとうユノ、でも大丈夫だよ。さて、話が決まったら早速行くとすっか。あ、かわいい、はい、みんなでお散歩ですね。うん、君と一緒にお散歩がしたい。さすがに地の果てまでも誰もいないね。そうだね、こっちもコメント欄誰もいないんだよ。あ、誰もいないことなんかなっちゃんがいるわ。そうだね、なんだかすっごく寂しい感じ。そうだね、寂しいね。なんだ風か、やっぱり怖いのか。うん、いや別に怖くはないんだけど寂しいんだよね。大丈夫だよ、風花ちゃん、私がついてるよ。いやなっちゃんに言われたくないわ。何言ってんの、怖くなんかないよ、全然怖くなんかない。あー、ゴリラくんいらっしゃい。ゴリラくん二人目のお客様か。カモンカモン、ウェルカムウェルカム。オッケー、なっちゃんとゴリラくんがいるわとりあえず。本当に怖くないのか。なんだよ、そ
な風に言ったと。おい、なんちゃん出てったら今なんちゃん出てったら1になったぞ。さっきの木の影に白い影がちらついてる気がするけど、それも怖くないのか。なんちゃん、なんちゃん弟部屋に呼んだよ。また弟どっか行っちゃったよ。ちょっと、まこと。おい、まこと、いい加減に。うわっ、そっちの物陰から幽霊が風花ちゃんの背中に。あはあ、いや大丈夫か、ゆろちゃん、風花ちゃん。さあ、怖ければ俺の胸に飛び込んでくるんだ。私恋愛系大好きなんですよ。いい、かましいわ。なんで今さら、今さら女子枠で来ようとしてるの、ゴリラちゃん。そうです、ユノ先輩はそんなことしません。しかもさ、本当の女の子がさ、そんなゴリラに苦につけないからね。あのなあ、マコト、恥ずかしいと思わないのかよ。小学生じゃあるまいし。そうそうそう、ここはみんなでね、どうした行くところがあるでしょ。あれあれ、何なんだよ、まだやってんのか。さすがに続けて通用する手じゃねえだろ。違う、あれあれ、3人になってる奇跡は。え、でもまた1人になったらなっちゃうしかいないよ。なえ、 あれ、ええちょえ、なにこれ、サイコブレイクの続き。えなんだあれ。いや、前も言ったんですけど、作り方わかんなくて弟に作ってもらったんで。いや、またまたね、またまた。そんな怪物、そう、なんであんなのが。でも本当に恋愛系大好きなんです。いや、なんか今見た感じ恋愛系じゃないかもしれないですよ、これこんな。何こいつ、やばくない？こっちに来る、カノンちゃん、逃げよう。とにかくみんな、あっちの方へ。ニコリ君は実際は男と女で、なんでお兄ちゃんなのに分かんないの。あ、あれだね、そう、僕がさっき言った。あ、ちょっと待って。プリキュア、プリキュア出てきた。プリキュア、女です。どうしてお前らがスマホの外に。あ、現実化した。やっとわかったわ、今こそ私たちの出番。え、何これ、マジでプリキュアパターンじゃねえ。これ、存在からあなたを守り抜いてみせます。もうこれ何を目的としたゲーム。え、もうあれだよ、あれだよ、なんかとりあえずあれでしょ、とりあえず生き延びる系じゃない。この前お前の荷物に入ってたスマホだ、突然アプリが。だからアプリ言うなっちゅうねん。まあええわ、とにかくあんちゃん、あんちゃんあんちゃんって呼ばれちゃった。関西弁可愛いですね。右の子かい、あ、右の子か。僕この青髪なんですよね。ドリームビーズと思って前に出ろ。ネゴリ君大好きとか、お前女なら誰でもいいのかよ。なんだと。分かんないよ、エネゴリ君、とんでもない、あれゴリラみたいな顔した女の人かもしれない。友達を守るため、それが最善の方法よ。あ、いい人たち。なんなのこれ、めっちゃ血管出てるよね。おい、お前たち、本当にみんなを守ってくれるんだな。私たちを信じて。分かった。しょうがないな。行くの？俺に任せろ、お前たちは逃げろ、頼むぞ D4U。 あ、かっこいい。そう来なくっちゃ。では参りましょう。クリアみたいとか本当にいい、ね、だってさすぐ人を平気で傷つけるんだ。ね、なっちゃん何キャラそれ。もうなあたり一体がおかしな空間に。ね、何、え、なんか、え、これ、ここであいつと戦うの。は？来るわ。え、こういうアクションゲーなのこれ。え、なんかこれアクションっぽくない？戦い方の説明は必要？あ、必要です。はい。え、見ていいよなこれ。攻撃は歌で行うの。歌を歌うと
ソングポイントが消費されるよ。攻撃は歌で行うの？歌を歌うと何これ、ちょっとこれ見たいんで集中していいですか？はい、どうぞ。え、何これ、何これ、え、戦闘開始したら戦うための歌を選びましょう。マニュアル、リズムショックのボタンを、オート、リズムショックのボタンを自動で。彼女たちには一人一人に属性があり、曲もその属性の影響を受けます。また歌うことでソングポイントを消費。コメントしないんですけど、ちゃんと見て。あ、なんか、ちょっと待って。 D4U や敵にはそれぞれ属性が存在します。え、これ何、属性、火、火、水、何か右下の葉っぱで、電気、ん、わかんない、風、風か。水は火に弱いじゃん。火は思ってた展開と全く違う。本当だよ、僕も今びっくりしてます。火は葉っぱに強くて、葉っぱは電気に強い。電、ん、あれ何、風、緑のやつ、葉っぱは風に強くて、風は電気に強い。本当だよ、パズドルっぽくない。私たち一人一人にはそれぞれ固有の属性が与えられています。それは敵も同じです。はい、各属性にはそれぞれ相性のいい属性、悪い属性があるの。相性の悪い属性にぶつかってしまうと戦いは不利になるわ。うん、要するに歌は一緒に歌う人が増えれば攻撃力が増すの。その代わりソングポイントも大量に消費してしまうから気をつけて。え、なんかさ、あれさ、ラブコメやってるつもりなのに、なんで攻撃力とかさ、でもね、SP とか。僕たちの歌を応援するボタンをタイミングよく押してくれれば元気が出て、どんな相手でも勝てるようになるよ。カリンだってコリンちゃんみたいな名前だね。だってよ、歌う曲を選んだらさらにメンバーの誰と歌うかを選びましょう。ソングオブシステムは曲を組み合わせて多彩に敵が歌が変化します。火に対して光って意味わからんな。本当だよね。メインメンバーにミサキを選んだ場合、ベースとなるのはミサキの曲ですが、誰をサブメンバーに選んだから曲の展開が変わります。とりあえずやってみよう。ごめんなさい、長いな。私たちはデジタル世界から実体化しているんだけど、空間に投影されているだけで本当の体はないの。あ、実物化されてないんだ。だから相手の攻撃はすり抜けて君に当たってしまうってことだね。なんだそりゃ、俺はダメージ受けるだけじゃないか。だからあんたのヒットポイントがなくなったら死んでしまうんや。気をつけてや。なんそうそう、ラブコメやってんだけど。死んじゃったらゲームオーバーだからね。はい、わかりました。ゲームオーバーってどうや、戦い方分かってくれたか。じゃあここからが本番やで、頑張ってや。ね、何言ってんのこいつら、ラブコメやってんだけど。え、戦うの。え、何これ、逃げる。何これ、何て書いてあるの。アスカいる、アスカは、アスカいないよ。え、何これ、え、これどういうこと。ゲットウェルって何、これ何、リソールブ、何これ、意味わかんないんだけど。え、とりあえずこれ選ぶよ、わかんないから。え、何これ、あ、人選べんの、歌う、あ、え、歌う歌わないは選べんだ。え、じゃあちょっとこの二人で一回歌ってみようか。何が、え、ボタン押すの。あ、OK できた。はい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 。知らねえし、こんな曲しかも。歌う攻撃って何なんだよ。何か倒したし、何これ楽しいのか。何これ楽しいのこれ。なんで倒した今。あれめっちゃ下手、リズム感じるか。だってこんな曲知らないもん。周りの景色は元に戻っていく。トロフィーを獲得しました。初めての戦い。どうやら危険は去ったようですね。お兄ちゃん超ウケたんだけどさっき。大丈夫？ああ、なんともない。すげえ、あの怪物が消えちまった。いや、みやびさん見てればいいのに。
面白かったのに。女の子が飛び出してきて、その歌声で怪物が。そのスマホ何なの？いやだってなんちゃんやってみな、これめっちゃ難しいよこれ。いや俺にも全然。でもよかった、無事で。ありがとう。あのちゃん、そっか病人だからね。大丈夫か？カノン大丈夫大丈夫少し疲れて。よくこれを彼女の横で出てできますね。いやめっちゃ爆笑してましたよさっき。はいはいはいとか言ってた時。大丈夫じゃないだろ。顔色が悪いし、ちょっと熱も出てきたみたいだぞ。何そういうこと言わないの。早く病院に連れて行った方が。大丈夫。え？この歌は。何何何。なんだろう、妙に心の作り方が。カノン、どうした？それが、なんだか体が楽になってきて。あ、これ回復魔法みたいな感じ？言われてみればなんだか顔色が良くなってきたよね。熱も下がったみたい。どうなってるの？どうやら効果があったみたいですね。この子ですよね、ゴリラ君の推し。ね、ラブライブのエリッチみたいじゃない？じゃあこれも D4U の力だっていうのか。一体この子に何者なんだろう。どう考えてもただのアプリじゃん。そうだよね。え？なんだ先輩。早くカノンを病院に。疲れてるはず。そうだね、心配だよね。ごめんね。あ、そうだな。行けるかカノン。うん、大丈夫。結構この普通に歩けるよ。この綾波レイも結構心開いてきたね。ピンクの髪の子、トラブルのララちゃんみたい。あ、やっぱみんなそう言うんだ。それじゃあ早く公園を出よう。僕はその子知らないんで、全員クソビッチやな。おい、お前が言うな。少しでも早くここを離れたい。頭の中整理しないと。一体何だったんだ今のは。え、またあの怪物戦いたいんだけど。ここまで来れば大丈夫。みんなありがとう。このスカートなんかさ、ドンキホーテに言ってるようなさ。それじゃあ俺たちはここで。かわいい、かわいいですよね。じゃあカノン、おやすみ。また学校で。うん、また。あの、みんな。何、ありがとうって。帰り道気をつけてね。本当に気をつけて。あ、なんかちょっとフラグ立ってない？また出てきそうじゃない？うん、気をつけるよ。じゃあ、ね、しかもさっき歌で倒すとかさ。病院からの帰り道、カイピョン飲みに行こう。いいよ。戦えてなかったやん。全然押せてなかったじゃん。わかんないんだもん。だってできるだけみんなで固まり、少しでも暗い道を避けるようにして歩いた。それぞれ自宅の近くで一人抜け二人抜け、最後まで残ったのは俺と風花。風花って妹ですね。風花は家にたどり着くまで俺の腕にすがりつくようにして歩いていた。そうだよね、怖いよね。どうにか無事に家にたどり着いた風花も青い顔をして自分の部屋に引っ込んでしまっている。それはまあそうだよな、あんなわけのわからない経験をしたら。何だったんだろうね、さっきの怪物。あっ、え、また出てきたんだけど。え、あ、回想かただの。あの姿、あの声を思い出しただけでも恐ろしくて震えが止まらない。これなんてゲームですか？ソングオブメモリーズっていう、あの限定もののゲームですね。あいつは一体なの。あっ、音声メッセージよ。早く聞いたら。またカイピョン出た。あ、そうか、びっくりした。ってちょっと待て。何？いつでも部屋に女の子を呼べる。お前たち着信を知らせたりもするのか？っていうか、このドリームユニットだかなんだかって、普通のスマホにもなるのか？普通に店で買えないんですか？どうなんですかね。そうだけど、それがどうしたの？なんか秋葉原でたまたま見つけたんですよね。いや別に。でね、今突っ込む気力もない。送信先は、うん、カノンからか。無事に家に着いた？あ、みんなでこのね、D4U と話してるうちに、ユナやサツキ先輩、マコト、それに風花からも返信が来ている。エネゴミ君の顔、エネゴミ君マジで顔気？でも、あれ、何だったんだ？これ欲しいとかマジ？本当に怖かった。あんなのがいるなんて、全然思わなかったし。警察に知らせた方がいいのかな。確かにそれはそうだな、よし返信しよう。そうかもしれない。俺から通報しようか。通報するのはいいけど、
なんて通報するの。なんか可愛い子のアイコン。え、なんかパンツあんだけど右上。あ、まことか。お前なんちゅうアイコンしてんだよ。公園で怪物に会ったというだけでもうさんくさい。それなのに不思議なアプリの力でおかしな空間に飛ばされて、それともおかしな空間が現れて、よくわからないけど、とにかく話してもきっと信じてもらえない。まあそうだよね、それもそうなの。どうする。パンツが喋ってる。何も言わない方がいい。アイコンパンツはやばい、やばいですよね。こういう変な人たちがいるから売れるんやな。いいこと言うね。そうだね、もう商売、需要がある限りそうだもんね。しばらくメッセージやり取りが止まった。みんな今の先輩の言葉について考え込んでいるらしい。確かにな、全員揃って幻覚でも見たと。いや、もっと悪くすると変な薬でもやってたとか、そんな風に疑われるのがオチって気もするよな。まあね、そうだね。それもそうだね。ねえみんな、このことは秘密にしておこう。僕も賛成。かのんちゃんはどう？うん、俺には分からん。誰も怪我はしなかったんだし、それでいいと思う。あれさ、負けたらどうなってたんだろうね。わかった、あのことは忘れよう。誰も何も見なかった、そういうことでいいよな。みんなから次々に同意のレッスンが来る。だったらまあそういうことでいいよな。話してるうちにだんだんわからなくなってきたし。てかごめんね、もう夜中の2時半なのに。ありがとうございます。あれが本当に現実だったのか。女の私にもこれ欲しいですよ。ゴリラが女なの本当に。まあいいや、今日はもう寝よう。明日はカノンの引っ越しで一日お忙しだからな。まずは病院に迎えに行って。そうだ、あの怪物のこと結局わからなかったし、 D4U のみんなにでも聞いてみるか。あ、どうしよっか、どうしよっか。リーダーの子に聞いてみようか。エネゴリ君、俺と恋愛しよう。だってよ。エネゴリ君どうする。え、わかんない。でもみんなとのチャットを終え、俺は D4U のアプリを立ち上げて美咲を呼び出した。あれ、エネゴリ君、本当にゴリラみたいな顔してるかもしれないよ。あ、美咲ちゃん、何かな。さっきはありがとう。少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりあの怪物のこと。うん、ああ、本当に女ですって。アカウント名前だけ変えますね。了解です。じゃあ女の設定で。さっきはどう考えてもまともな状況じゃなかった。結局チャットでも何がなんだか結論は出なかったし、本人たちに聞くのが一番早い。ね、私もあの怪物が何なのかまでは知らないんだ。え、ならどうやってやっつけたんだ。本当だよ、歌の力で。めちゃくちゃ自信ありそうにしてたけど。私たちの歌があの怪物の弱点で、私たちなら戦えるってことだけあの怪物を見た時に分かったの。ゴリラ見たくはないですけど、可愛くないです。カノンさんが具合を悪くした時もできるって思ったんだけど、それがなぜかは私たちも分からなくて。あの怪物を倒すことが D4U が作られた目的か。けどそれならカノンの体調が良くなったのなんでだ。どの道本人たちも知らないってことは、もう作った人に聞くでもしないと分からない。ごめんなさい、中途半端な話で。帰ってあなたを混乱させちゃったかな。お、すごい、帰ってピョンさんで、もう帰ピョンさんじゃん。え、こんな奇跡ある。まあいいや。いや、話してくれてありがとう。これからも助けてもらうかもしれないけど、改めてよろしく頼む。うん、いつでも守ってあげるからね。うん、お願いします。勘わからんから何とも言えんな。まあそうだね、結局あの怪物の正体わからないままか。それに D4U のことも。とりあえず今日のところはみんな無事でよかったと安心しておくしかないか。そうだね、またバトルしたいね。今度こそ僕のね、神がかったリズム感で。はい、朝病院。ねえお兄ちゃん、まだ昨日のこと。そうだね、家を出てから黙り込んでた風花がやっと口を開いた。やっぱり風花も昨日のなんていうか正体不明の怪物が頭から離れないんだな。さすがに昨日の今日で忘れられるもんじゃない。でもさ、もうできるだけこのことには触れないようにしよう。カノンを不安がらせちゃいけない。そうだね。あ、そうだね、うん、僕らが動揺してちゃいけないよね。よし。お前何やってんだ、自分の頭はたいて。蚊でもいるのか。ちっかー、気合い入れてんの。気合い、おっし、もうオッケー。エネゴリ君は苦しいよ。お兄ちゃん、さあ行こう、カノンちゃんを迎えに。
ピョンさんって結婚してるんですか？二人暮らし。いや、結婚はしてないですね。ただ同性なだけです。二人ですね。ふんかん、我が妹ながら妙に頼もしいぜ。私結婚してます。だってよ、なっちゃん。お前も子供いるんだろ。病室のベッドにポツンとカノンが座ってる。すっかり片付けも終わって、いつも出れる状態だけど、さすがになんだか元気がない。やっぱりカノンも昨日のことが頭から離れないんだろうな。ふうかちゃん。カノンちゃん、お待たせ。迎えに来たよ。何この お姫様みたいな美しさ。さあ、行こう行こう。荷物はそこにあるバッグだけ。じゃあお兄ちゃん、持ってって。ああ、そうだな。それじゃあ先生に挨拶していこうかな、カノン。俺フリーやから狙ってたのみたいな。そうだね。最低この人。よかった、風花のおかげでカノンも落ち着いたみたいな。これで安心して家に連れていけるな。ねえ、化け物出てきてほしい、うん、だいぶ調子は良くなったみたいだね。朝一ではおかしな数値が出ていたけど昨日は羽目を外しすぎたのかな。そう、昨日の夜はちょっと激しかったんですよ。子供いるってピョンさんが。ごめんなさい。つい僕たちがはしゃいじゃって。でも今日からは気をつけるから。え、僕子供いないんですよ。そうだったのか。でもできるだけカノンさんには無理をさせないようにね。そうだね。はい。それから検査の日は忘れないで。渡したプリントに予約の時間を書いてあるから。それじゃ、お大事にね。ねえ、戦いたい。はい、戦いたい。先生、いろいろとありがとうございました。お世話になりました。これどういうこと？お前は職員使って。とりあえず出てくるな。やっぱりタクシーだと早いね。って、なことはどうでもいいか。カノンちゃん、どうですか ?5 年だっけ。とにかく、それぐらいぶりに来た僕んちは。あの音感のないのまたみたい。いや別にね、音感ね、別に全くないわけじゃないんだよ。多分知らない曲なんだもん。だって あれ玄関の周りこんな感じだっけ。うん、アレルさんこんばんは。はい、なんか頑張ってますよ。クソ音感笑って。アレルさん見てほしかったな、さっきのあの化け物出てきたんだよ、さっき。で僕戦ったんですよ。そう、歌を歌って。そう、すごい激闘でしたよ。ああ、そういえばカノンが外国に移った後、ドアの周りは塗り替えたんだったな。あー、そっか。あと前はあっちに植木鉢とかあったかも。あー、そうだね、そうだったよ、確か。クソ音感とか言うんだよ、ま、玄関のことはいいだろ。とにかく中に入ろう。一応ね、音ゲー好きなんだよ。お邪魔します。ちょっと戻ってみてきます。あ、了解です。あ、戻れるんですか。あ、なんだっけ、前後30分ならお邪魔しますか。まだなんか 変に緊張してるというか、遠慮があるというか。でもそれも当然か、病院から出てきてすぐだもんな。今少しでも早く落ち着いて家に馴染んでもらえるようにすることが先決だな。化け物を歌で倒すって意味が分かる。分かんないよね。違うよ、あの子たちの歌声が。カノンちゃん、どうぞどうぞ。今日からここがカノンの部屋だ。自由に使ってくれよ。いい部屋だね。全部揃えてくれたんだね。二人ともありがとう。あ、来い。いいからいいから。あ、疲れたでしょ。ベッドにでも座って。ちょっと待ってね、今お茶入れてくるから。うん、ありがとう、風花ちゃん。私ドラムマニアとか初音ミクの音ゲー大好きです。あ、僕もドラマに大好きですよ。めっちゃあります。鉄拳。カノンはベッドにちょこんと腰掛け、また少し落ち着かない様子であたりを見ましてる。やっぱりまだ疲れて。どうした？あのカエルの人形。そう言ってカノンが本棚の一角を許す。カエル？ああ、あれか、背中にもう帰るって書いてある変なやつ。そう、それあれって確か私が。俺もドラムマニアやってた。あ、マジでなっちゃうもん。なんかセッションとかしたいね。リズム感なさすぎ、笑った。あ、見てくれた、アルルさん。あ、カノンちゃん、もしかしてそれに気づいた？あ、てかアルルさん、あれ優勝おめでとうございます。はい、よかったらまた参加してください。はい、これって私が。そう、カノンちゃんが僕に買ってきてくれたお土産だよ。小学校の修学旅行で。やっぱりまだ取っておいてくれてたんだね。
いや僕という 強敵を倒してね。なっちゃんドラムやってたの大好き。何こいつら。ごめんなさい、こいつらとか言っちゃった、すいません。あの時のことなら俺だって覚えてるぞ。お土産屋でカノンがこのカエルを買うって言い出して。そうそう、すっごく嫌がったよね、脱税からやめとけって。そうだったの？あれさ、このカノンちゃんの声さ、ああだってな、なんか聞き覚えある。このカエルどう見たってすごくダサかった。そして今見てください。そうかな、バスが難しくて足も上げそうになる。あ、わかる、僕バスオートでやってますね。ねえ俺かセンスが悪いのは俺の方なのか。しかしそう言われるとちょっと自信なくなってきたな。左の子がいいな。あーマジでロリコン系ね。この子一応中学生だから見る気にしちゃう。それじゃあカノンちゃん、これは覚えてる？このカップ、カップ、バスオートで最初やってました。あ、どうすか。でもそう、バス難しいっすよね。あ、これ懐かしいっしょ。カノンちゃん専用のだよ。ああ、そういえば、それにね、ドラマにのね、中学生はやらかしました。カノンがうちに遊びに来ると毎回使ってたお気に入りマグカップも。これも取っておいてくれてたの？うん、だって絶対またカノンちゃんが使うと思ったから。ルカちゃん、あ、泣かしちゃった、ごめんね。違うの、ごめんね、大丈夫、ごめんね。 おいおいカノン、泣くなって。泣くなって、そんな大げさなことじゃないだろ。ほら紅茶でも飲んで。そうそう、クッキーもあるよ。早っ。ごめんね二人とも。お茶いただきます。カップはカップでもそれ思った。おいしい、とっても懐かしい香りと味、なんだか気分が落ち着いてきたよ。マジ回復気持ちいいの、いいの、これがいいの。いつもこんな感じだから、このゲームするとき。よかった、2人とも本当にありがとう、私のために。なになに、どうした、どうか、来いよ。いいよかけて。安心したら眠くなったか。あ、くしゃみじゃないんだ。うん、なんだか気が緩んじゃったみたいで。あくびかわいすぎだろ。それじゃあ少し休んだ方がいいね。お兄ちゃん、僕たちは行こう。そうだね、ごめんね、せっかくお茶を入れてきてくれたのに。ううん、いいのいいの。それじゃあカノンちゃん、ゆっくり休んで。それがいいよ。それじゃあカノン、また後でな。また後でな。ね、化け物やりたい、戦いたい。あ、もうこんな時間だ。お兄ちゃん、そろそろ準備始めようか。僕はご飯炊くから。お兄ちゃんは玉ねぎを。今日東京行くのに生活リズムごみすぎて寝ません。あ、わかる。僕もね、最近ね、そうこういう時間まで起きちゃってんでね。旦那と爆笑しながら見てます。マジですか？これ初見やったらただただ引いて低評価をして立ち去るわ。ちょっと待て。なんでそこだけ俺に押し付けるんだ。玉ねぎは目に染みるから嫌なんだよ。そう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 。いやでもなっちゃんが高評価をしてくれるから。僕だって嫌だよ。大体お兄ちゃんは料理しないんだから、せめて玉ねぎ切るのぐらい手伝うべき。何なのこの人、何なの旦那といつ分かる。だってよゴリラくん。分かった分かった、それじゃじゃんけんで。おはよう。え、ゴリラくん本当に女？え、嘘でしょ。言うにはちょっと時間が遅いかな。ちょっと待って、この子一人称僕やん。そう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 、可愛いでしょ。そう、僕っ子なんですよこの子。別に気にすることはないだろ。おはよう、カノン。もちろん女の子ですよ。カノンちゃん、おはよう。ゆっくり休めた？いや、僕ね、この子の声がやっぱり一番好きだもん。なんだかぐっすり寝ちゃった。ちょっとお昼寝するだけのつもりだったのに。こうね、一つ屋根の下でね、そう、こんな可愛い子たち。そっか。今晩飯の支度するから、ちょっと待っててくれよな。何か手伝うよ。いいのいいの。僕とお兄ちゃんがやるから。カノンちゃんは座ってテレビでも見てて。リモコンは。エネゴリ君のことは俺もまだ疑って。いや、てかエネゴリ君絶対男だと思ってる。本当ですよ。わざわざネットを知らない人に嘘つく必要ないです。なん、絶対嘘だから。お兄ちゃん、僕カノンちゃんにテレビの使い方説明しとくから、玉ねぎ切ってね。了解了解了解。ああ、わかった。あ？
やられた。さすがふか作詞らないけど、それが終わったらお肉を冷蔵庫から出して並べといてね。味付けとかは僕がやってあげるから。ピョンさんもコリンちゃんと同じ屋根の下に住んでますね。いやいや、まあそうなんですけどね。そう、なんかこんな可愛くないんで。はいはい。今コリンちゃんがこっちに睨んでますね。そう。ね、ゴリラくんは絶対ね、絶対あれ男だと思って僕は騙されない。はーい、カノンちゃんお待たせ。さあお兄ちゃん、どんどん運んで。一応僕ね、あれ鉄拳ではね、女性プレイヤーにはね絶対負けたくないっていうのがあるんでね。そう。この前ゴリラくんに落とされちゃったんだね。そんなね、強い女の人いないって思ってるんで。すっごいごちそう。そう、そっちの観点からゴリラくんは女じゃないと思って。何？ここの視聴者嘘つくやつばっかりやでね。本当だよ。今日はカノンがうちに来たお祝いだからな。俺と風花が頑張った。なんかさ、性別偽る人多くね。主に僕が。はいはい、分かった分かった。さてと、料理と飲み物と食器も全部揃ったな。え、ゴリラくんマジで？いやでもね、みやびさんパターンもあるからね、確かに。はいはい、カノンちゃん、ジュースどうぞ。今さ、もうみやびさんのことはもうみんなさ、あれだよね、女性だと思ってますもんね。ありがとう。ゴリラくんもね、早速始めようか。カノンちゃんが一時退院して、うちで僕らと一緒に暮らせるようになった。主人公イケボすぎません？本当ですよね。現実と、じゃあみんなで今度ボイチャーしようか。しよう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 、楽しみ。ということで、それを祝って乾杯。てかみやびさん今日強かったよね、意外に。意外に強かったね。そう、あのこの声優さんとの、そう、僕の声の質の差でね、たまに悲しくなります。すみません。ね、おいしい。風花ちゃんってこんなに料理上手だったんだ。キンステシャイニングはマジでビビった。ビビりましたよね、あれ。完全にキング使いの動きだったし。いや本当です。他のゲームでボイチューすればわかります。あ、本当に。いつもやってるからね。おいおい、俺の貢献は無視か。TV まで一緒に行くんだ。そうだよね、玉ねぎ切ったりしてたもんね。まあしょうがないな、頑張ったのは認めてあげるよ。さあカノンちゃん、どんどん食べてね。ありがとう。ちゃんと食べてるから大丈夫だよ。うん、この卵焼き甘くてとっても美味しい。なんかさ、これ言っちゃっていい？なんか この人たちさ、なんかしょうもない話しかしないよね。でしょ。カノンちゃん甘いの好きだもんね。だからいつもより甘くしてみた。ほら、こういうのとか どうでもいいじゃん。ありがとう。かわいいけどね。うちのお父さんもいつもそうしてたんだよ。カノンちゃんがうちでご飯食べるとき、プレマでみんなでワイワイしながらとかやってみたいですね。あ、いいですね、やりたいですね。おじさんがそうだったの？母さん、卵焼きは塩味派だったからな。甘い卵焼きは父さんの担当だった。あ、そっか。そういえばアルルさんもなんかラブコメやろうとしてたんですよ。何やろうとしてたんですか？そうだったんだ。全然知らなかった。何度もこの家でご飯ごちそうになってたのに。そういえばよく来てたよな、おじさんおばさんも一緒に。これで女が、俺が女やったらどうするの？いや、それはないから大丈夫。最初でもなっちゃう女とか言ってたからね。親同士でお酒飲んで、なんだか難しい科学のことで、あーだこーだ言ってたよね。本当にね。4人とも科学者だったから、そういう意味では話があったんだろうね。ねえ、化け物やりたい、音ゲーやりたい。私たちからすると、何を言ってるんだか全然わからなかったけどね。そうだな。特におじさんは物理学関係の空間なんとかだか量子なんとかだかが専門だったから、特に意味不明だった。アルルさんマジですか、それリップキス。あ、僕最初リップキスにしようとしてたんですよ。あ、マジか。よかった、危ない。本人はとっても楽しそうに喋ってたけどね。でもそんな風に楽しそうにしてた人たちが4人ともいなくなっちゃうなんてね、今でも信じられないよ。早く音ゲーみたいな。俺このカノンちゃんに顔そっくり。嘘つくな。え、マジですか。そう、リップキス。ごめんね、なんか暗い話になっちゃって。リップキスにしようと思ってたんだ。いいんだよ、むしろしてやろうぜ、家族の話をさ。久しぶりにこの3人がこの家に揃ったんだから。ねえ、音ゲーやりたいの。たまにはおじさんおばさん父さん母さんの話をして、
まだ忘れてないよってことを知らせてやらなきゃ。なんかしょっちゅうバトルゲームしたね、これ。そうだね、それがいいよね。おじさんたち、カノンが外国にいる間もしょっちゅうお見舞いに来てたんだろ。ごめん、なんか話が全く頭に入ってこないんだけど、どういうこと、うん、いつもどっちかが私のそばにいるようにしてくれてた。で、徐々に仕事の拠点を向こうの国に移して。リプキス内容めっちゃいいですよ。自分の高校時代との差にから悲しくなりました。あ、本当ですか。私の看病もできるようにしようってしてくれてたところだったんだ。放送禁止エリアあるんだ。ああ、そうだな。そんな話をしてたよ。おばさん、医学博士だったもんね。カノンちゃんのそばにいてくれればきっと。そう、この兄弟、私もとぴょんさん同い年なんです。え、そうなんですか。え、平成4年ですか。ゴリラくん、そばにいられなくてもね、こっちと往復しながらいろいろしてくれてたの。私の病気について研究してくれたり。恋愛ゲームしたことない。僕もこれ初めてだよ。ホラーゲームもあれ今やってんのが初めてらしい。なんか新しい薬を開発したからって打ってくれたりとか。序章でヒロイン4人と事故も含めてキスしてて切れそうでした。え、そんなことできるのか。なんていうか、法律面というか倫理的にというか、そういう面では。平成5年の早生まれ。あ、じゃあ僕と学年一緒ですね。学年一緒だ。いいことではなかったんだと思う。秘密にするように厳しく言われたし、それに結局効き目はなかったみたいだし。エネゴリ君、下の名前だけ教えて。だからゴリだって。苗字がエネなんだって。そうか。でも悪くもなかったみたい。検査の結果は何も変わらなかったから。ねえ、音ゲーしたい。そりゃそうだよ。おばさんがカノンちゃんに悪い薬を打つわけないし。そうだね、それはよくわかってるよ。それに薬に効き目はなかったかもしれないけど、お母さんたちの気持ちがこもってたと思う。皆さん3つ年上なんですよ。あ、そっか。じゃあアルルさんあれか、大学 3,4 年ぐらいか。で、なっちゃんあれでしょ、45ぐらいでしょ。その気持ちのおかげでこうして私がまた風花ちゃんたちに会えるようになったのかも。俺は30だ。そうだな。あ、思ったより若いの。あゆみですよ。ね、絶対今考えたでしょ。まだ完全に治ったってわけじゃないけど、これからきっと良くなっていくんだと思う。それまでは俺と風花ちゃんと面倒見るから、だから心配しないで。そうだね、今年で22。あ、じゃあちょうど学年的に3つしたいです。よし、今日も1時間やった。じゃあね、今日もね、この辺で終わりにします。おはよう。そうだね、なんか結構面白くなってきたかも。ただなんか、じゃあゆみちゃんっていうのは、いや、なっちゃんやめときな。えなごりくんのがね、そう、なんかなっちゃんらしい。ね、じゃあね、はい、ご視聴ありがとうございます。なんかね、こんな遅い時間なのにね、見てくれてありがとう。5人の方、はい、ありがとうございます。じゃあ、どんだけ勘繰り深いんですか。本当ですよ。いや、絶対嘘だわ。みやびさんはマジで女の子だった。あれはびっくりしたけど。ゴリラ君絶対違う。自信がある。じゃあね、今日もね、はい、ご視聴ありがとうございます。こんな遅くまで付き合っていただいて、はい、ありがとうございます。このゲームやるからにはね、みんな信じない。本当だよ。このゲームやるからにはね、全クリしていくんで、はい。毎日配信しちゃおうかな。この時間に。じゃあね、かわいそうとか。じゃあね、ご視聴ありがとう。じゃあ、また、はい、やるんで、よかったら見てください。嘘ばっかりついてたからこうなった。本当だよ。じゃあ、じゃあね、おやすみなさい。はい、じゃあ、失礼しまーす。改善の方法よ。あ、いい人たち。なんなのこれ、めっちゃ血管出てるよね。おい、お前たち本当にみんなを守ってくれるんだな。私たちを信じて。分かった。しょうがないな。どこへ行くの。俺に任せろ。お前たちは逃げろ。頼むぞ、D4U。 あ、かっこいい。そう来なくっちゃ。では参りましょう。クリアみたいとか本当にいいね。だってさ、すぐ人を平気で傷つけるんだ。ね、なっちゃん何キャラそれ。もうなあたり一体がおかしな空間に。何
え、なんか、え、これここであいつと戦うの。は？来るわ。え、こういうアクションゲーなのこれ。え、なんかこれアクションっぽくない？戦い方の説明は必要？あ、必要です。はい。え、見ていいよねこれ。攻撃は歌で行うの。歌を歌うとソングポイントが消費されるよ。攻撃は歌で行うの。歌を歌うと、何これ。ちょっとこれ見たいんで集中していいですか。はい、どうぞ。ね、何これ、何これ。え、戦闘開始したら戦うための歌を選びましょう。マニュアル、リズムショックのボタンを、O とリズムショックのボタンを自動で。彼女たちには一人一人に属性があり、曲もその属性の影響を受けます。また歌うことでソングポイントを消費。コメントしないんですけど、ちゃんと見て。あ、了解。なんか、ちょっと待って。 D4U や敵にはそれぞれ属性が存在します。え、これ何属性。火、水、何か右下の葉っぱで、電気、ん、わかんない、風、風か。水は火に弱いじゃん。火は思ってた展開と全く違う。本当だよ、僕も今びっくりしてます。火は葉っぱに強くて、葉っぱは電気に強い。電、ん、あれ何、風、緑のやつ。葉っぱは風に強くて、風は電気に強い。本当だよ、パズドルっぽくない。私たち一人一人にはそれぞれ固有の属性が与えられています。それは敵も同じです。はい。各属性にはそれぞれ相性のいい属性、悪い属性があるの。相性の悪い属性にぶつかってしまうと戦いは不利になるわ。うん、要するに歌は一緒に歌う人が増えれば攻撃力が増すの。その代わりソングポイントも大量に消費してしまうから気をつけて。え、なんかさ、あれさ、ラブコンやってるつもりなのに、なんで攻撃力とかさ、でもね、SP とか。僕たちの歌を応援するボタンをタイミングよく押してくれれば。来た車両故障の影響で運転を見合わせています。これあれか、朝までホテルコースだな。ついにミヤビーもどっか行ったぞ。本当だ、なっちゃうしかおらんや。なっちゃうしかおらんや。運転見合わせかよ。どうする？どうするって、待つしかないんじゃないか。なっちゃうしかおらんや。そうかな。歩いてもいいんじゃない。森林公園の方から行くとそんなに時間かからないよ。このエロゲー流行んね。もうこれあれ、なっちゃん出てたら一瞬でわかるからな。夜の公園。俺たちだけならいいけど、子供連れじゃ心配だな。ちょっと待て、子供って僕のこと。いくらなんでもそれはひどくない。いや、ラブコメの世界に入る。ちゃん、冗談はともかく、あんまりカノンを歩かせるのも。そうだね、病人ですね。私も大丈夫だよ。少し運動した方がいいって先生も言ってた。そうか、それだったらブラブラ歩いていくか。大した距離でもないしな。カノン、疲れたら私がおぶってあげるからね。こんなクソみたいなゲーム誰も見ない。え、そんなクソじゃない。これ一応ね、限定品でね、結構高かったんだよ。秋葉でね、そう、限定品でね、そう。言うのはいい。君かアスカヤがおぶうべき。あ、ありがとう、ユノ。でも大丈夫だよ。さて、話が決まったら早速行くとすっか。あ、かわいい、はい、みんなでお散歩ですね。うん、君と一緒にお散歩がしたい。さすがに地の果てまでも誰もいないね。そうだね、こっちもコメント欄誰もいないんだよ。あ、誰もいないことなんかなっちゃんがいるわ。そうだね、そうだね、寂しいね。なんだ、フーカ、やっぱり怖いのか。うん、いや別に怖くはないんだけど、寂しいんだよね。大丈夫だよ、フーカちゃん、私がついてるよ。いや、なっちゃんに言われたくないな。何言ってんの、怖くなんかないよ。全然怖くなんかない。あー、ゴリラくんいらっしゃい。ゴリラくん2人目のお客様か。カモンカモン、ウェルカムウェルカム。オッケー、なっちゃんとゴリラくんがいるわ、とりあえず。本当に怖くないのか。なんだよ、そんな風に言ったって。おい、なっちゃん出てったら今。なっちゃん出てったら1になったぞ。さっきの木の影に白い影がちらついてる気がするけど、それも怖くないのか。なっちゃん弟部屋に呼んだよ、まだ。弟どっか行っちゃったよ。ちょっと、まこと。おい、まこと、いい加減に。うわっ、そっちの物陰から幽霊が風花ちゃんの背中に。は
いやー大丈夫か、ユロちゃん、フーカちゃん。さあ、怖ければ俺の胸に飛び込んでくるんだといった感じで、みんなでワイワイバカな話をしながら飲んで食べて。いやでも、あ、もうこんな時間ね。あれさ、このゲームね、意外にね、これ恋愛シミュレーションゲームじゃないんだよ。これあれね、こういうね、当たり前の、最初はこういう当たり前の日常が徐々に崩れ去っていって、で最終的になんか誰が生き延びるかみたいな。そう、例えばこの例えばどうしようかな、真ん中の2人どっちか片方しか助けられないみたいな感じになって、そう、どっちを助けるみたいな、そういう結構ね残酷なゲームみたいなんですよね、話に聞くと。本当だ、そろそろ病院に戻らなくちゃ。まだ喋り足りないな。ふうか、カノンにあんまり無理させちゃダメだろ。とりあえず僕はこの右の男と、ごめんね、カノンちゃん、右の男とピンクちゃんの二択だったら間違いなく男を切り捨てますね、すいません。私こそごめんね私ももう少しお話ししたいんだけど、でもあんまり遅くなりすぎると。残酷な天使、 まさに残酷な天使だわ。そうなの残念だな。じゃあ俺が病院まで送って。そっか、みんなで送っていこう。そうだね、みんなで行こうか。あ、それいいね。そうすれば途中でまだまだお話できるし。いいと思う。君はどう？なんで君って呼ばれるのかな。そうだな、あ、みんなでカノンを送るかは俺も賛成だな。誠に任せる。どうしよう、え、今日コメント欄少ないからどうしよう。で、なんちゃん、君、なっちゃんどうしたい？てか話入って聞いてなかったでしょ、何もこのねピンクの髪の子を送るのをみんなでやるか、それともこの一番右のあのそばかすくんに任せるかの、どうしようか。じゃあ、え、賛成だよにしちゃうよ。そうだな、俺も賛成だ。そうだね、任せておけないしね。なんだよ、せっかく俺が。諦めろ、そして日頃の行いを反省しろ。僕こんないい子してないですけどね。お前までが俺を責めるのか。当然ね。お兄ちゃんよく言った。さてと、それじゃあみんなでカノンちゃんを送っていこう。ありがとう。でもいいの？うん、いいよ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 、送っていくよ。いいの、病院までなら大して遠くないし。そう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 、電車ですぐだもんね。でもその間みんなでお話できるよ。肩車してあげてもいい？それじゃあ、スカート履けよ。カノンを送っていこう。かおりさん、ごちそうさまでした。カイピョの声アホっぽいもんな。それがいいんだよ、逆に。一旦私が外で生産する。あ、出してくれんな。はーい、何これ楽しいのか。頑張ったぞ何これ楽しいのこれ。なんで倒した今あれめっちゃ下手、リズム感ゼロ感。だってこんな曲知らないもん。周りの景色は元に戻っていく。トロフィーを獲得しました。初めての戦い。どうやら危険は去ったようですね。お兄ちゃん超ウケたんだけど、さっき大丈夫？ああ、なんともない。すげえ、あの怪物が消えちまった。いや、みやびさん見てればいいのに。面白かったのに。女の子が飛び出してきて、その歌声で怪物が。そのスマホ何なの？いや、だってなんちゃんやってみな、これめっちゃ難しいよこれ。いや、俺にも全然。でもよかった、無事で。ありがとう。あのちゃん、そっか、病人だからね。大丈夫か、カノン。大丈夫大丈夫、少し疲れて。よくこれを彼女の横で出てできますね。いや、めっちゃ爆笑してましたよさっきはいはいはいとか言ってた時。大丈夫じゃないだろ顔色が悪いし、ちょっと熱も出てきたみたいだぞ。何そういうこと言わないの。早く病院に連れて行った方が大丈夫。え、この歌は何何何なんだろう。妙に心の作り方が。カノン、どうした？それが、なんだか体が楽になってきて。あ、これ回復魔法みたいな感じ？言われてみればなんだか顔色が良くなってきたよね。熱も下がったみたい。どうなってるの？どうやら
効果があったみたいですね。この子ですよね、ゴリラくんの推し、ね、ラブライブのエリッチみたいじゃない。じゃあこれも D4U の力だっていうのか。一体この5人何者なんだろう。どう考えてもただのアプリじゃん。そうだよね。え、なんだ先輩。早くカノンを病院に。疲れてるはず。そうだね、心配だよね、ごめんね。あ、そうだな、行けるかカノン。うん、大丈夫。結構この普通に歩けるよ。この綾波レイも結構心開いてきたね。ピンクの髪の子、トラブルのララちゃんみたい。あ、やっぱみんなそう言うんだ。それじゃあ早く公園を出よう。僕はその子知らないんで、全員クソビッチやな。おい、お前が言うな。少しでも早くここを離れたい。頭の中整理しないと。一体何だったんだ今のは。え、またあの怪物戦いたいんだけど。ここまで来れば大丈夫。みんなありがとう。このスカートなんかさ、ドンキホーテに言ってるようなさ。それじゃあ俺たちはここで。かわいい、かわいいですよね。じゃあカノン、おやすみ。また学校で。うん、たら私がおぶってあげるからね。こんなクソみたいなゲーム誰も見ない。え、そんなクソじゃない。これ一応ね、限定品でね、結構高かったんだよ。秋葉でね、そう、限定品でね、そう。ユノはいい。君かアスカヤがおぶうべき。あ、マジ。ありがとう、ユノ。でも大丈夫だよ。さて。話が決まったら早速行くとすっか。あ、かわいい、はい、みんなでお散歩ですね。うん、君と一緒にお散歩がしたい。さすがに地の果てまでも誰もいないね。そうだね、こっちもコメント欄誰もいないんだよ。あ、誰もいないことなんかなっちゃんがいるわ。そうだね、なんだかすっごく寂しい感じ。そうだね、寂しいね。なんだ風か、やっぱり怖いのか。うん、いや別に怖くはないんだけど、寂しいんだよ。大丈夫だよ、風花ちゃん。私がついてるよ。いやいや、なっちゃんに言われたくないな。何言ってんの、怖くなんかないよ。全然怖くなんかない。あー、ゴリラくんいらっしゃい。ゴリラくん2人目のお客様か。カモンカモン、ウェルカムウェルカム。オッケー、なっちゃんとゴリラくんがいるわ、とりあえず。本当に怖くないのか。おい、なんちゃん出てったら今。なんちゃん出てったら1になったぞ。さっきの木の影に白い影がちらついてる気がするけど、それも怖くないのか。なんちゃん、なんちゃん弟部屋に呼んだよ。まだ弟どっか行っちゃったよ。ちょっと誠。おい誠、いい加減に。うわっ、そっちの物陰から幽霊が風花ちゃんの背中に。いや、大丈夫か、ユノちゃん、風花ちゃん。さあ、怖ければ俺の胸に飛び込んでくるんだ。私恋愛系大好きなんですよ。やかましいわ。なんで今さら女子枠で来ようとしてるの、ゴリラちゃん。そうです。ユノ先輩はそんなことしません。しかもさ、本当の女の子がさ、そんなゴリラに君つけないからね。あのなあ、マコト、恥ずかしいと思わないのかよ。小学生じゃあるまいし。そうそうそう、ここはみんなでね。どうしたところがあるでしょ。あれ。何？なんだよ、まだやってんのか。さすがに続けて通用する手じゃねえだろう。違う。あれ。3人になってる奇跡は。え、でもまた1人になったらなっちゃうしかいないよ。な。え？ちょつけるんだ。玉ねぎは目にしみるから嫌なんだよ。そう。いやでもなっちゃんが高評価をしてくれるから。僕だって嫌だよ。だいたいお兄ちゃんは料理しないんだから、せめて玉ねぎ切るのぐらい手伝うべき。なんなのこの人。なんなの旦那といつ別れ。だってよゴリラくん。わかったわかった。それじゃじゃんけんで。え、ゴリラくん本当に女？え、嘘でしょ？言うにはちょっと時間が遅いかな。ちょっと待って、この子一人称僕やん。そう、可愛いでしょ。そう、僕っ子なんですよ、この子。別に気にすることはないだろ。おはよう、カノン。もちろん女の子ですよ。カノンちゃん、おはよう。ゆっくり休めた？いや、僕ね、この子の声がやっぱり一番好きだもん。可愛い。なんだかぐっすり寝ちゃった。
ちょっとお昼寝するだけのつもりだったのに、ね、一つ屋根の下でね、そう、こんな可愛い子たち。そっか、今晩飯の支度するからちょっと待っててくれよな。何か手伝うよ。いいのいいの、僕とお兄ちゃんがやるから。カノンちゃんは座ってテレビでも見てて。リモコンは、エネゴリ君のことは俺もまだ疑って、いや、てかエネゴリ君絶対お男だと思ってる。本当ですよ、わざわざネットを知らない人に嘘つく必要ないです。なん、絶対嘘だから。お兄ちゃん、僕カノンちゃんにテレビの使い方説明しとくから、玉ねぎ切ってね。了解了解了解。ああ、わかった。ああ、やられた。さすが風花作詞ら、ないけど。それが終わったらお肉を冷蔵庫から出して並べといてね。味付けとかは僕がやってあげるから。ピョンさんもコリンちゃんと同じ屋根の下に住んでますね。いやいや、まあそうなんですけどね。そう、なんかこんな可愛くないんで。はいはい。今コリンちゃんがこっちに睨んでますね。そう、ね、ゴリラくんは絶対ね、絶対あれ男だと思って、僕は騙されない。はーい、カノンちゃんお待たせ。さあお兄ちゃん、どんどん運んで。一応僕ね、あれ鉄拳ではね、女性プレイヤーにはね絶対負けたくないっていうのがあるんでね。そう、この前ゴリラくんに落とされちゃったんだよね。そんなね、強い女の人いないって思ってるんで。すっごいごちそう。そう、そっちの観点からゴリラくんは女じゃないと思って。何、ここの視聴者は嘘つくやつばっかりやでね。本当だよ。今日はカノンがうちに来たお祝いだからな。俺と風花が頑張った。なんかさ、性別偽る人多くね。主に僕が。はいはい、わかったわかった。さてと、料理と飲み物と食器も全部揃ったな。え、ゴリラくんマジで。いやでもね、みやびさんパターンもあるからね、確かに。はいはい、カノンちゃん、ジュースどうぞ。今さ、もうみやびさんのことはもうみんなさ、あれだよね、女性だと思ってますもんね。ありがとう。ゴリラくんもね、現実化した。やっとわかったわ、今こそ私たちの出番。え、なにこれ、マジでプリキュアパターンじゃねえ。これ、存在からあなたを守り抜いてみます。もうこれ何を目的としたゲーム。え、もうあれだよあれだよ、なんかとりあえずあれでしょ、とりあえず生き延びる系じゃない。何、今度は何なの。この前お前の荷物に入ってたスマホだ。突然アプリが。だからアプリ言うなっちゅうねん。まあええわ、とにかくあんちゃん、あんちゃん。あんちゃんって呼ばれちゃった。関西弁かわいいですね。右の子かわいい。あ、右の子が、僕この青髪なんですよね。ドリームエージェント持って前に出ろ。エネゴリ君大好きとか、お前女なら誰でもいいのかよ。なんだと。わかんないよ、エネゴリ君とんでもない、あれゴリラみたいな顔した女の人かもしれない。友達を守るため、それが最善の方法よ。あ、いい人たち。なんなのこれ、めっちゃ血管出てるよね。おい、お前たち本当にみんなを守ってくれるんだな。私たちを信じて。分かった。しょうがないな。どこへ行くの。俺に任せろ、お前たちは逃げろ。頼むぞ、ディフォーユー。あ、かっこいい。そう来なくっちゃ。では参りましょう。クリアみたいとか本当にいい、ね、だってさ。すぐ人を平気で傷つける。なんだね。なんちゃん何キャラそれ。もうなあたり一体がおかしな空間に。なになに、え、なんか、え、これここであいつと戦うの。は、来るわ。え、こういうアクションゲーなのこれ。え、なんかこれアクションっぽくない。戦い方の説明は必要。あ、必要です、はい。え、見ていいよな、これ。攻撃は歌で行うの。歌を歌うとソングポイントが消費されるよ。攻撃は歌で行うの。歌を歌うと、何これ、ちょっとこれ見たいんで集中していいですか。はい、どうぞ。ね、何これ、何これ。え、戦闘開始したら戦うための歌を選びましょう。マニュアル、リズムショックのボタンを、O とリズムショックのボタンを自動で。彼女たちには一人一人に属性があり、曲もその属性の影響を受けます。また歌うことでソングポイントを消費。コメントしないんですけど、ちゃんと見て。あ、了解。なんか、ちょっと待って、
D4U や敵にはそれぞれ属性が存在します。え、これ何属性？火、火、水、何か右下の葉っぱで、電気、ん？わかんない、風？風か。の、ん？をみんなでやるか、それともこの一番右のあのそばかすくんに任せるかの。どうしようか。じゃあ、え、賛成だねにしちゃうよ。そうだな、俺も賛成だ。そうだね、任せておけないしね。なんだよ、せっかく俺が。諦めろ、そして日頃の行いを反省しろ。僕こんないい子してないですけどね。お前までが俺を責めるのか。当然ね。お兄ちゃんよく言った。さてと、それじゃあみんなでカノンちゃんを送っていこう。ありがとう。でもいいの？うん、いいよ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 、送ってくよ。いいのいいの、病院までなら大して遠くないし。そう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 、電車ですぐだもんね。でもその間みんなでお話できるよ。肩車してあげてもいい？それじゃあスカート履けよ。カノンを送っていこう。かおりさん、ごちそうさまでした。カイピョの声アホっぽいもんな。それがいいんだよ逆に。一旦私が外で生産する。あ、出してくれんな。はーい、毎度ありがとうございます。カノンちゃん、また来てね。はい、また来ます。またよろしくお願いします。また来ます。それじゃあみんな駅に向かうよ。ありがとうございました。みんなまた来てね。うん、行く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 。 おっぱい見に来るよ。またそのお客様にお知らせいたします。現在この路線は次の駅で発生した車両故障の影響で運転を見合わせています。これあれか、朝までホテルコースだな。ついにみやびもどっか行ったぞ。本当だ、なっちゃんしかおらんや。なっちゃんしかおらんや。運転見合わせかよ。どうする？どうするって、待つしかないんじゃないか。なっちゃんしかおらんや。そうかな、歩いてもいいんじゃない。森林公園の方から行くとそんなに時間かからないよ。このエロゲー流行んね。もうこれあれ、なっちゃん出てたら一瞬でわかるからな。夜の公園。俺たちだけならいいけど、子供連れじゃ心配だな。ちょっと待て、子供って僕のこと？いくらなんでもそれはひどくない？いや、ラブコメの世界に入るちゃんか。いや、まあ冗談はともかく、あんまりカノンを歩かせるのも。そうだね、病人だしね。私も大丈夫だよ、少し運動した方がいいって先生も言ってた。そうか、それだったらブラブラ歩いていくか。大した距離でもないしな。カノン、疲れたら私がおぶってあげるからね。こんなクソみたいなゲーム誰も見ない。え、そんなクソじゃない、これ一応ね限定品でね結構高かったんだよ。秋葉でね、そう限定品でね。そう、ユノはいい、君かアスカヤがおぶうべき。あ、ありがとうユノ、でも大丈夫だよ。さて、さすがふかさくしら、前行けるとこの見切る。それが終わったらお肉を冷蔵庫から出して並べといてね。味付けとかは僕がやってあげるから。ピョンさんもコリンちゃんと同じ屋根の下に住んでますね。いやいや、まあそうなんですけどね。そう、なんかこんな可愛くないんで。はいはい。今コリンちゃんがこっちに睨んでますね。そうね、ゴリラくんは絶対ね、絶対あれ男だと思って僕は騙されない。はーい、カノンちゃんお待たせ。さあお兄ちゃん、どんどん運んで。一応僕ね、あれ鉄拳ではね、女性プレイヤーにはね絶対負けたくないっていうのがあるんでね。そう、この前ゴリラ君に落とされちゃったんでね、そんなね強い人、強い女の人いないって思ってるんで。すっごいごちそう。そう、そっちの観点からゴリラ君は女じゃないと思って。何、ここの視聴者嘘つくやつばっかりやでね。本当だよ、今日はカノンがうちに来たお祝いだからな。俺と風花が頑張った。なんかさ、性別偽る人多くね。主に僕が。はいはい、わかったわかった。さてと、料理と飲み物と食器も全部揃ったな。え、ゴリラくんマジで？いやでもね、みやびさんパターンもあるからね。確かに。はいはい、カノンちゃん、ジュースどうぞ。今さ、もうみやびさんのことはもうみんなさ、あれだよね、女性だと思ってますもんね。ありがとう。ゴリラくんもね。早速始めようか。カノンちゃんが一時退院して、うちで僕らと一緒に暮らせるようになった。主人公イケボすぎません？本当ですよね、現実と。じゃあみんなで今度ボイチャーしようか。しよう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 、楽しみ。ということで、それを祝って乾杯。てかみやびさん今日強かったよね、意外に。乾杯。
意外に強かったね。そう、あのこの声優さんとのそう僕の声の質の差でね、たまに悲しくなります。すいません。ね、おいしい。風花ちゃんってこんなに料理上手だったんだ。キンステシャイニングはマジでビビった。ビビりましたよね。あれ完全にキング使いの動きだったし。いや本当です。他のゲームでボイチューすればわかります。あ本当に。いつもやってるからね。おいおい、俺の貢献は無視か。TV マンと一緒に行くんだ。そうだよね。玉ねぎ切ったりしてたもんね。まあしょうがないな。頑張ったのは認めてあげるよ。さあかのちゃん、どんどん食べてね。ありがとう。ちゃんと食べてるから大丈夫だよ。うん、この卵焼き甘くてとっても美味しい。ね、なんかさ、これ言っちゃっていい？なんか この人たちさ、なんかしょうもない話しかしないよね。でしょ。カノンちゃん甘いの好きだもんね。だからいつもより甘くしてみた。ほらこういうのとか どうでもいいじゃん。ありがとう。かわいいけどね。お父さんもいつもそうしてたんだよ。音だけ。あの怪物を見た時にわかったの。グリラ見たくはないですけど、可愛くないです。カノンさんが具合を悪くした時もできるって思ったんだけど、それがなぜかは私たちもわからなくて。あの怪物を倒すことが D4U が作られた目的か。けどそれならカオンの体調が良くなったのなんでだ。どの道本人たちも知らないってことはもう作った人に聞くでもしないとわからない。ごめんなさい、中途半端な話で。帰ってあなたを混乱させちゃったかな。お、すごい、帰ってピョンさんだよ。もうカイピョンさんじゃん。え、こんな奇跡ある。まあいいや。いや、話してくれてありがとう。これからも助けてもらうかもしれないけど、改めてよろしく頼む。うん、いつでも守ってあげるからね。うん、お願いします。勘わからんからなんとも言えんな。まあそうだね、結局あの怪物の正体わからないままか。それに D4U のこともとりあえず今日のところはみんな無事でよかったと安心しておくしかないか。そうだね、またバトルしたいね。今度こそ僕のね、神がかったリズム感で。はい、朝病院。そうだね、家を出てから黙り込んでた風花はやっと口を開いた。やっぱり風花も昨日のなんていうか正体不明の怪物が頭から離れないんだな。さすがに昨日の今日で忘れられるもんじゃない。でもさ、もうできるだけこのことには触れないようにしよう。カノンを不安がらせちゃいけない。そうだね。あ、そうだね、うん、僕らが動揺してちゃいけないよね。よし。お前何やってんだ。自分の頭はたいて蚊でもいるのか。ちっかー、気合い入れてんの。気合い、おっし、もうオッケー。エネゴリ君は彼氏いるの。お兄ちゃん、さあ行こう。カノンちゃんを迎えに。ピョンさんって結婚してるんですか。二人暮らし。いや結婚はしてないですね。ただ同棲なだけです。二人ですね。ふんかん、我が妹ながら妙に頼もしいぜ。私結婚してます。だってよなっちゃん、お前も子供いるんだろ。病室のベッドにポツンとカノンが座ってる。すっかり片付けも終わっていつも出れる状態だけど、さすがになんだか元気がない。やっぱりカノンも昨日のことが頭から離れないんだろうな。ふうかちゃん、カノンちゃんお待たせ、迎えに来たよ。何この お姫様みたいな美しさ。そこにあるバッグだけ。じゃあお兄ちゃん持ってって。ああそうだな。それじゃあ先生に挨拶していこうかな、カノン。俺フリーやから狙ってたのみたいな。そうだね。最低この人。よかった、風花のおかげでカノンも落ち着いたみたいな。これで安心して家に連れて行く。待て、なんでそこだけ俺に押し付けるんだ。玉ねぎは目にしみるから嫌なんだよ。そう。いやでもなっちゃんが高評価をしてくれるから僕だって嫌だよ。大体お兄ちゃんは料理しないんだから、せめて玉ねぎ切るのぐらい手伝うべき。何なのこの人、何なの旦那といつ分かる。だってよゴリラ君。分かった分かった、それじゃじゃんけんで。おはよう。え、ゴリラ君本当に女。え、嘘でしょ。言うにはちょっと時間が遅いかな。ちょっと待って、この子一人称僕。そう、可愛いでしょ。そう、僕っ子なんですよこの子。別に気にすることはないだろ。おはよう、カノン。もちろん女の子ですよ。カノンちゃん、おはよう。ゆっくり休めた？
いや、僕ね、この子の声がやっぱり一番好きだもん。なんだかぐっすり寝ちゃった。ちょっとお昼寝するだけのつもりだったのに。こうね、一つ屋根の下でね、そう、こんな可愛い子たち。そっか、今晩飯の支度するからちょっと待っててくれよな。何か手伝うよ。いいのいいの、僕とお兄ちゃんがやるから。カノンちゃんは座ってテレビでも見てて。リモコンは、エネゴリ君のことは俺もまだ疑って、いや、てかエネゴリ君絶対男だと思ったら本当ですよ。わざわざネットを知らない人に嘘つく必要ないですよ。なん、絶対嘘だから。お兄ちゃん、僕カノンちゃんにテレビの使い方説明しとくから、玉ねぎ切ってね。了解了解了解。ああ、わかった。あ、やられた。さすが深作詞らないけど。それが終わったらお肉を冷蔵庫から出して並べといてね。味付けとかは僕がやってあげるから。ピョンさんもコリンちゃんと同じ屋根の下に住んでますね。いやいや、まあそうなんですけどね。そう、なんかこんな可愛くないんで。はいはい。今コリンちゃんがこっちに睨んでますね。そうね、ゴリラくんは絶対ね、絶対あれ男だと思って僕は騙されない。はーい、カノンちゃんお待たせ。さあお兄ちゃん、どんどん運んで。一応僕ね、あれ鉄拳ではね、女性プレイヤーにはね絶対負けたくないっていうのがあるんでね。そう、この前ゴリラくんに落とされちゃったんでね、そんなね強い人、強い女の人いないって思ってるんで。すっごいごちそう。そう、そっちの観点からゴリラくんは女じゃないと思って。何、ここの視聴者嘘つくやつばっかりやでね。本当だよ、今日はカノンがうちに来たお祝いだからな。俺と風花が頑張った。なんかさ、性別偽る人多くね。主に僕が。はいはい、わかったわかった。さてと、料理と飲み物と食器も全部揃ったな。え、ゴリラくんマジで。いやでもね、みやびさんパターンもあるからね、確かに。はいはい、カノンちゃん、ジュースどうぞ。今さ、もうみやびさんのことはもうみんなさ、あれだよね、女性だと思ってますもんね。あ、ありそうだね。それから検査の日は忘れないで。渡したプリントに予約の時間を書いてあるから。それじゃお大事にね。ねえ、戦いたい、はい、戦いたい。先生、いろいろとありがとうございました。お世話になりました。これどういうこと。お前は職員使って、とりあえず出てくんな。やっぱりタクシーだと早いね。ってなことはどうでもいいか。カノンちゃんどうですか、5年だっけ。とにかくそれぐらいぶりに来た僕んちは。あの音感のないのまた見たい。いや別にね、音感ね、別に全くないわけじゃないんだよ。多分知らない曲なんだもん。だって あれ玄関の周りこんな感じだっけ。うん、アレルさんこんばんは。はい、なんか頑張ってますよ。クソ音感笑った。アレルさん見てほしかったな、さっきのあの化け物出てきたんだよ、さっき。で僕戦ったんですよ。そう、歌を歌って、そう、すごいすごい激闘でしたよ。ああ、そういえばカノンが外国に移った後、ドアの周りは塗り替えたんだったな。ああ、そっか。あと前はあっちに植木鉢とかあったかも。ああそうだね、そうだったよ、確か。クソ音感とか言うんだよ、ま、玄関のことはいいだろ。とにかく中に入ろう。一応ね、音ゲー好きなんだよ。お邪魔します。ちょっと戻って見ていきます。あ、了解です。あ、戻れるんですか。あ、なんだっけ、前後30分ならお邪魔しますか。まだなんか変に緊張してるというか、遠慮があるというか。でもそれも当然か、病院から出てきてすぐだもんな。今少しでも早く落ち着いて家に馴染んでもらえるようにすることが先決だな。化け物を歌で倒すって意味が分かる。分かんないよね。違うよ、あの子たちの歌声が。カノンちゃん、どうぞどうぞ。今日からここがカノンの部屋だ、自由に使ってくれよ。いい部屋だね。全部揃えてくれたんだね、二人とも、ありがとう。あ、来い。いいからいいから。あ、疲れたでしょ。ベッドにでも座って。ちょっと待ってね、今お茶入れてくるから。うん、ありがとう、風花ちゃん。私ドラムマニアとか初音ミクの音ゲー大好きです。あ、僕もドラマに大好きですよ、めっちゃあります。鉄拳カノンはベッドにちょこんと腰掛け、また少し落ち着かない様子であたりを見ましてる。やっぱりまだ疲れて。どうした？あのカエルの人形。そう言ってカノンが本棚の一角を揺るさせる。カエル？ああ、あれか、背中にもう帰るって書いてある変なやつ。そう、それ。
確か私が。俺もドラムマニアやってた。あ、マジでなっちゃうもん。なんかセッションとかしたいね。リズム感のさすぎ笑った。あ、見てくれた、アルルさん。あ、カノンちゃん。もしかしてそれに兄、受けるな。このね、わかる、この。カノン、明日から君たちのところに引っ越すの？そう、このピンクの髪の子が僕ん家来るんですよ。なんで。おめでとう。ありがとうございます、対馬先輩。あ、このあれだよね、僕この右の青髪の子がずっとエヴァンゲリオンの綾波レイに似てて、そう。で、レイちゃんもちょっと心開いてきたね。サツキでいい。はい、サツキ先輩。でも退院っていうわけじゃなくて、長期の外泊みたいな形で。高校生のハーレム乱行ゲーム違うわ。それはそれでやりたいけどね。外泊。外泊。外泊。何を興奮してるの？変態。なんかこいつなっちゃんみたいな。許しません、お父さん、許しませんよ。カノンちゃんみたいな美少女とお前みたいな野獣が外泊なんて。野獣とか誰が野獣だ。ほんじゃ言ってやれ。うちの兄を野獣呼ばわりするな。この陰獣。アスカラングレーの意味ちげえだろもといった感じで、みんなでワイワイバカな話をしながら飲んで食べて。いやでも、あ、もうこんな時間ね。あれさ、このゲームね、意外にね、これ恋愛シミュレーションゲームじゃないんだよ。これあれね、こういうね、当たり前の、最初はこういう当たり前の日常が徐々に崩れ去っていって、で最終的になんか誰が生き延びるかみたいな。そう、例えばこの例えばどうしようかな、真ん中の2人どっちか片方しか助けられないみたいな感じになって、そう、どっちを助けるみたいな、そういう結構ね残酷なゲームみたいなんですよね、話に聞くと。本当だ、そろそろ病院に戻らなくちゃ。へえ、まだ喋り足りないな。ふうか、カノンにあんまり無理させちゃダメだろ。とりあえず僕はこの右の男と、ごめんね、カノンちゃん、右の男とピンクちゃんの二択だったら間違いなく男を切り捨てますね。すいません、私こそごめんね。私ももう少しお話ししたいんだけど、でもあんまり遅くなりすぎると。残酷な天使、まさに残酷な天使だわ。そうなの？残念だな。じゃ、俺が病院まで送って。そっか、みんなで送っていこう。そうだね、みんなで行こうか。あ、それいいね。そうすれば途中でまだまだお話できるし。いいと思う。君はどう？なんで君って呼ばれるのかな。そうだな。あ。みんなでカノンを送るかは俺も賛成だな。誠に任せる。どうしよう、え、今日コメント欄少ないからどうしよう。で、なんちゃん、君、なっちゃんどうしたい？てか話入って聞いてなかったでしょ、なんも。